ちょっとご相談がございます。これは女性関係でしょうか。今日はちょっと真面目なやつをなんですけども。女性関係も真面目ですよね。プチ減量ではなくガチ減量を。皆さん、山本義則筋トレ大学、いつもご覧いただきありがとうございます。今日はですね、会場はいつも通りなんですけども、いつもの収録ではなく、ちょっと緊急で、今回収録を収めております。先生、実はですね、飛び込みでかなりちょっと緊急なんですけども、一つご相談がございます。それは女性関係でしょうか。それもそうなんですが、今日はちょっと真面目なやつをなんですけども。女性関係も真面目ですよね。女性関係の相談も後日いたします。はい、ですね、実は西澤伊織さんから、はい、個人的にご連絡をいただきまして、はい、タイミング的に言うと、今インスタグラムの方で、多分見ていただいている方も多いと思うんですけども、始まったプチ減量のタイミングでいただいたメールがですね、ちょっとこちらでございまして、はい、西澤伊織さんといえば、去年のスポルテックでも一緒にご登壇いただいて、先生の指導のもと大会にも出られたという経歴もある方なんですけども、イオリンピアに挑んでこいよとというご連絡をいただきまして、本来ですとプチ減量期という、今回は減量をするんではなくて体を整えて増量に向かいましょうだったんですが、ここに関してもう僕のコーチである先生に今回ちょっとご判断をもういただこうと思い、急遽収録をしております。先生、この8月8日なんですけども、当初の予定だとおそらく7月の中旬で出現料金が終了になるかなっていう計算だったんですが、どうですかね。8月8日のユーオリンピア、私も審査員として参加することになっているんですけれども、はい、そうですね、ギリ間に合うというぐらいの状態だと思います。ね、ちなみに収録をしているのは、まだ6月の今日は4なんですけども、あと1ヶ月ぐらいで仕上げなきゃいけないっていうところで、僕も正直1ヶ月の大会減量をしたことないんですけども、先生のこれまでの経験からするといけなくはないって感じですか。そうですね、ギリどうかというところですので、逆に皆様のですね、参考になるのではないか、短期間でどれだけ絞れるか、筋肉がどれだけ残せるか、はい、ということの証明になってくるかなと思います。じゃあ先生的にはもうGO でよろしいですか。そうですね、竹田方のためというより皆さんのためにぜひ、減量の成果を見せていただければと思います。イオリンピア出るということなんですが、私、はい、3月にもイオリンピアあって、また8月にも審査員をすることになっているんですが、どのようなコンテストかは竹田さんご存知でしょうか。僕が本来例えば目指していたところ、年末に計画していた団体とは違って、すごくお祭りというか、皆さんが楽しんでもらう、あれですよね、ショーとかもあるんですよね。そうですね、ちょっと、はい、演劇っぽいものが入ったりとかっていう、そういう大会なので、もちろん出てくる選手僕も出ますし、ちなみに僕一般ではなく、僕よりもはるかに格上のスーパースターたちと一緒に今回並ぶことになるらしいんですけども、一般の部も、もう本当に初めて大会に出る人とかも、自分のですね、頑張りのモチベーションアップのために参加されたりとかもしているような大会っていうところのイメージですね。そうですね、あと他の競技というのは大体この団体が主催とか、はい、この団体が主催して他の団体の選手は出てはいけませんというような感じになってるんですけれども、うん、オリンピアどの団体の選手でも出ることができるというですね、非常に開かれたオープンな大会になっておりますので、例えばちょっとこの団体でうまくいかないからこっちの団体に変えよう、でもこっちに出たら今度もう出られなくなっちゃうなみたいな、そうした心配が全くいらない、いろんな団体の方と交流することもできますので、皆さんのですね、トレーニングの関係性、そうしたものを広めていくのにもとても役立ってくると思います。これイオリンピアの名前ってもともとあの大会ですよね。オリンピアですね、はい、オリンピアの日本版を今後やっていこうという目標がある、すごい大会でございます。本当に楽しめる大会だと思いますので、僕とかみたいに先生の指導のもとやってますけども、本気でやりたい方だけじゃなく、
楽しみたい筋肉好きな方全般の方に来ていただけると嬉しいかなと思います。ということでですね、まあ僕自身も今回オリンピアの話いただいた時にも西田さんとは連絡取ってるんですけども、もう、まあ、見てくださる方ですね、オリンピアにそもそも来てくださってる方で、まあ、もし僕の大会を見てくれるというところで、今回ちょっとオリンピア岐阜ですね、はい、はい、なんですけども来てくださる方がいるのであれば、ちょっと年末の大会より早いですけども出場したいという気持ちがありましたので、それでは8月8日に向けて、プチ減量ではなくガチ減量を今日からスタートしていきます。インスタグラムの方でプチ減量期のですね今投稿を随時行っております。皆さん見ていただいていると思うんですが、ここからちょっと路線がまた変わりますね、はい、というところでそちらも応援いただければと思います。8月8日、オリンピアの会場で皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。本日の投稿は以上でございます。ありがとうございます。オリンピアはマイナースポーツの発展、フィットネスの執行、新規振興、この3つを理念に開催をいたしております。その3つの理念に沿って今回は入場観戦料無料とさせていただきました。少しね制約の多い中での開催とはなりますが、皆さん本日最後までぜひ楽しんでいってください。最後閉会式ではちょっとした報告もありますので、ちょっともったいぶります。ぜひ残っていってください。それでは皆さん準備いいですか？いいですか？オリンピアスタート。そうだ、僕は自分がやってきた成果をステージで発表するだけ。